はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。今日はこちらですね。うん。ベイブレードバーストのオベリスクオーディン TX です。はい、こちらですね。2016年6月18日に発売されたものですね。はい。はい、では早速開けていきましょう。はい。はい、ということでステッカー貼り終わりました。こちらがオベリスクオーディントリプルエクストリームですね。はい。はい、では始めていきましょう。はい。はい、OK、完成しました。こちらですね。かっこいいね。かっこいい。剣ついてるね。剣っぽいのついてる。ああ、ここね。本当だ。これね。剣っぽいデザインですね。こちらが前回のオーディン。はい。ちょっとやっぱデザインは似てるけど、基本的にこっちの方が全然かっこいいね。このオベリスクオーディンなんですけども、なんとですね、このビクトリー・バルキリーがなんかおもちゃ大賞を受賞した記念かなんかで550円なんだって。めっちゃ安いよね。これからベイブレードバーストを始める人にはいいかもしれない。はい。ね。はい、それでは早速こちらのオベリスクオーディンでシュートしていきましょう。はい。はい。3、2、1、シュート。お、やっぱりだ。このねディスクがトリプルディスクっていうやつみたいで、こう3方向にね重心がずれてるんだ。重心が別なんだって。だからこう。回転が変わってるよね。ね。ちなみにこちらはアタックタイプですね。はい。では対決していこうか。はい。はい。はい。それではパパはビクトリー・バルキリーでやりたいと思います。じゃあオベリスクオーディンね。ね。はい。アタック対アタックでいきましょう。3、2、1、ゴーシュー！おお。ああ。場外に落ちてバーストした感じだね。今のはオーバーフィニッシュだね。そうだね。おしおしやばい。オッケー、もうフィニッシュ。じゃあパパストームスプリガーに変えます。はい。バランス、うん、バランス。はい。3、2、1、ゴーシュ。うわバースト、即バーストだった。即ゴーシュ。お、耐えてる。お、いける、いけるでしょ。よし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 。初期タイプのオーディンに変えます。はい。新旧対決。はい。落ちて。お。お、いい感じ、いい感じ。いけ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 。オーディン耐えて。オーディン、オーディン、オーディン。よし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 。じゃあ私はオベリスクオーディンに変えます。はい。じゃあオーディン。旧型ね。はい。旧型ね。3、2、1、ゴー。お、押されてる。オーディン、オーディン耐えて、オーディン耐えろ。いけ、いけ。あ、でも回転が弱い。あ、やばい。あ、負けた。ゴーシュ。うわ、はい。お、今会心の一撃与えたけど。会心の一撃でも。やばい。いける、いける。いけ、いけ、いけ。オッケー。ストームスプリガーに変えます。はい。ゴーシュ。お、いい。お、すげえ。すげえ動き。素晴らしい。素晴らしい。この後半のねバーストは気持ちいいね。もう慣れているビクトリー・バルキリー。はい。おいしい。うわ。アッシュシュート。すごい。が破られた。オッケー。いける。いいフィニッシュ。じゃあ最後の戦いを戻しましょう。パパはビクトリー・バルキリーに戻します。はい。じゃあオベリスクオーディン TX。はい。3、2、1。おーすごい。おーすごい。うわー、すごい。急にスピードアップしたね。よっしゃー。はい、ということで今回はベイブレードバーストのオベリスクオーディン TX でした。はい。ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。はい。今回はアタックタイプだからそんなに回んないよね。はい。はい。ということで今日の動画がもし良かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、ぜひそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします。ということでこれ550円だ。